はいえー、とこのビデオは第2週の第3本目のビデオになりますね。えー、このビデオでは、えー、実際に皆さんに何をしてほしいのか、このコースの第2週にね、えー、それについてお話をしたいと思います。あのつまりね、ここでやってほしいことは行動リストをキャンドゥステートメントのリストに変えるということです。このキャンドゥステートメントのリストというのは、要するに 皆さんが作るコースのシラバスになりますね。コースの内容になります。はい、それが c a n d ル s t a t e m e n t のリスト、はい。でね、じゃあね、まず最初にレベルを考えなければいけません。A1、A2、B1、B2、C1、C2 ってありますね。はい、だけど、例えば A2 って言ってどういうレベルなのかよくわからないっていう人は、あのもう A1 レベルが一番わかりやすくていいと思いますね。一番下のレベルですからね。はい それ以上のレベルで自分のコースを、えー、作りたい人はこれ国際交流基金の公式、えー、資料なんですけどカテゴリー別レベル特徴という資料がありますねこのビットリースラッシュ 3shlizf ですね、えー、これであの、えー、この皆さんもこの,あの資料を見ることができます、はいで えつまりさっきのね、えー、この前のビデオでご紹介した、えー、対象とかそれから条件ですね、はい、A2 レベルだったらこういう条件の言葉が多い A3 レベルだったらこういう対象の、えー、表現あの特徴が多いそういうことがこの,あの資料を見ると分かります。はい、なので A2 A3 とか A b あ a3 なかった。a3 なってないです。ごめんなさい。<laughs> 私さっきも a3 とか言ったら間違ってはい。あの a1 以外であの a2 とか b1 とかね、A A、そういうレベルにする人は、あのこのカテゴリー別レベルの特徴を見ておくといいと思います。もちろん、a1 のレベルもあの下げる時にね。対象をあの条件をつけて下げたりする時にはあの。 この,あの特徴のリストを見るととても役に立つと思います。はい、ぜひ見てくださいというか必ずこれはあの、ねえー、み見てくださいね。はい、でそれからやるあの皆さんが作った行動リストねもう先週の宿題で、えー、行動リストできたと思いますからその中,中からあの言葉を使うものだけを抽出してください、まあ、要するに言葉を使わないものは、まあ、消してください。はいで えでも言葉を使わないと言っても、ね、話さないという意味ではないです。見るだけでもいいですね。聞くだけでもいいです。はいえー、そういうものは残してくださいね。あの例えば、ね、電車に乗るときも電車の行き先を見て確認しますよね。そういうときも言葉を使っています。えー、何も話さないけどあのあの電車とかバスの行き先を見るというそういう言葉が必要,な必要な場合はその行動は残しておいてください。 はい、2番、えー、日本語の初心者には難しいと思ったら A1 レベル用に条件ををけたたり、り対象を制限しししましょうあの。例えば相手がゆっくりとはっきり話してくれればとかね、えー、辞書を使えばとかそういう条件をつけると、えー、あのレベルが下がってきますからそういう条件とか対象をつけて A1 レベルに あの合わせてくださいね、はい、だけど、まあ、そういうのが必要ない場合もたくさんあります。例えば自分の名前を書くとかね、えー、自分の名前を書くんだったら別にそんなに条件なくても、えー、条件とかねつけなくてもそんなに難しくないですよね。はい、なので、えー、あの必要がない場合もありますけどね。はい、3番、えー、文末の「する」とかね例えば自分の名前を書くだったらその「書く」じゃなくて書くことができるとか。 あるいは「かける」でもいいですよねもちろんねあの可能形にするのも大丈夫です、はいえー、じゃあねちょっと例を見てみましょうこれは実際にこのコースにあの昔ね参加したことがある人、えー、があの作ってくれた行動リストを CDS に変えている例ですね、えー、これはね幼稚園の子供を持つお母さんの行動リストだったんですね、はい、そのの行行動動リストの中にあった行動は 行動の一つがこれです。重要な手紙。あ、これあの、幼稚園からもらう手紙ですね。幼稚園からもらう手紙の中の、重要な手紙と、そうでない手紙を分ける、はい。こういう行動リストが、行動がありました。はい、でこれね、でもこのままだったら、あの、A1 レベルとか、あるいは C2 レベルか分かんないですよね。はい、なのでえ、こうやって CDS をつけて、えこれは、あの、確か A1 レベルにしたんですね。はい。 辞書を使うことができれば重要な手紙そうでない手紙を分けることができる、はいまあ、こういうふうにこの条件をつけて最後に「できる」をつけたわけですねそうするとこういうキャンドルステートメントになりますはい次はねデイサービスデイサービスっていうのはあの介護ですよねあのお年寄りあのおじいさんとかおばあさんがあの昼間に行ってその間家族が えー、休んだりすするることがでできるようううにね、えー、そういう場所ですデイサービスというのがあります、はい、でそういうところであの働く人の行動行動からそれを、えー、CDS に変えている例ですね、はい、で行動の一つで、はい、こういうのがありましたお弁当屋さんに電話で注文する、はいまあ、働いている人ですから、まあ、これは仕事に直接関係なくてもあの休み時間にお昼ご飯食べるからね当然あの お弁当屋さんに電話で注文するっていう行動も入ってくるわけです。はい。だけどこのままではあのまあこの人は確か A H レベルにしたかったんだと思うんですけど、あの B A1 か A2 か B1 か B2 か全然わからないですね。はい。えー、なので、えー、条件をつけたりして、えー、これをあの A H レベルにしようとしています。はい。で 周りの騒音が少なければ、まあ、つまり静かだったらということですね。静かだったら、ごく簡単な定型表現で、えー、お弁当屋さんに電話注文することができるというふうにしてますね。はい、周りが静かで、しかも簡単ないつも決まっている言葉を使って、 えー、お弁当さん、お弁当屋さんに電話注文することができるというふうにしたわけです。でもこれでもねまだちょっとあの A1 では難しいかなと思ったら、それにさらにあの一つ加えていますね。周りの騒音が少なくゆっくりとはっきり簡潔に確認をしてもらえれば、ごく簡単な定型表現でお弁当屋さんに電話注文することができる。はい。もうここまで来ればあの。 1> 1レベル完全に A1 レベル、えー、と言っていいと思いますね、えー、つまり今まで日本語を全然勉強したことがない人があ皆さんのコースで、えーあのー、日本語の勉強を始めるその中の一つの、えー、CDS として、えー、これはあのこのぐらいあればは、あのー、役に立つと思いますね。 はいね、CDS の例もたくさんあります、はいで。これね、私が作ったツイッターレベルの A1 レベルの CDS っていうのがあります。これは私がこあの個人的に作ったものなので、えー、国際交流基金の公式資料ではありません。はい、下の方のね、これ、えー、JFCANDO 一覧っていうのは、これは国際交流基金が作った公式な、えー、リストです。CANDO ステートメントの例ですね。 はい、これね、長い、あのこの、えー、っと、うん、あのこのリンク、長くて、ちょっとね、えー、皆さん、その、これ、書くの大変ですよね。これ、長すぎてね。はい。なので、その場合は、これ、上と下は同じリンクです。下の方は短くしていますね。で、あのビットリースラッシュ、この https っていうのも書かなくても大丈夫です。この、あのブラウザのアドレスバーに、このビットリースラッシュ、ここから入れれば大丈夫ですね。ビットリースラッシュ 3sl ですね。小文字の l。 MGT8、はい、これをあのブラウザー Chrome とか、えー、Edge とかですね、えー、Safari とかそういうインターネットブラウザーの、えー、アドレスバーにこれを入れると、えー、皆,さんは皆さんもこの国際交流基金の公式、えー、資料の c a n d o 一覧を見ることができますはいじゃあ実際にどういう宿題をしてほしいかっていうと まあこあのさっき今日ね、申し上げてきたこと、それをあのそのままやってほしいと思っています。で、のこの前の週でね、作ったあの行動リスト、それをキャンドゥーステートメントのリストに書き換える。これが宿題ですね。まず最初にレベルを決めなければいけません。皆さんが開発するコースのレベルは A1 ですか、A2 ですか、B1、B2、C1、C2。その間の一つを選んでください。 はい、そして、あのこの、ね、行動リストの中であのどう考えても言葉は必要ないなというのがありますね。はい、そういうこと行動があったらもうそれは決していいです、はいで。それからその後ね、これさっきもご紹介しましたけどあのカテゴリー別レベル特徴というのがありましたね。これは必ず見てください。これを見ながら、えー、皆さんが自分で開発するコースに合わせて条件や対象を 入れてくださいね。はい。でそれからこの行動リストのあの行動なんとかするっていう風に終わっていると思いますから、その、えー、するじゃなくてできるなどのねこの可能形にして、えー、ジャンドリストを作ってください。はい。それではここのあの今週のビデオはここまでになりますね。失礼します。フィルムレンゲ。